仕事の関係で英会話のスキルが必要になり、英会話教室に行き始めた時の出来事。田村と言います。英会話は不慣れですが、よろしくお願いします。学生時代はほとんどの筆記の英語ばかり勉強していて、英会話の自信は全然だったので、初心者コースの授業から受けていた。ここは初心者の方ばかりなので、失敗は気にせず気楽にしていただいて大丈夫ですよ。僕も最近始めたばかりなので、授業中も全然日本語喋っても問題ないですよ。そうなんですね、ありがとうございます。先生や受講生の方は親切な方ばかりでほっとした。ここの受講生の方は私と同様社会人の方が多い。休憩時間にトイックの話になったんだけど、田村さんはトイックとか受けたことありますか？はい、前回受けた時は700点でした。700点ですか、すごいですね。ここの受講生の人でそんな高い方はいないはずですよ。そうですか。でも筆記はできても英会話が全然できないので、そんなに意味ないですよね。そんなことないですよ。それだけ英文の読解ができるだけでもすごいですよ。そうですね、そんな高い得点なかなか取れませんよ。盛り上がっている中、ふーん、700点も取ってるんだ。私は最高で600点よ。このクラスで私より高い人が来るとは思わなかったわ。ありがとうございます。この A という40歳の方はこのクラスで一番古株らしい。英会話のスキルもクラス内でズバ抜けていて、リーダー的存在のようだ。でもやっぱりいくら筆記ができても英語は会話ができないとね。点数高いからって自慢するもんじゃないと思うけどね。すみません、別に自慢してたわけじゃないけど。まあまあ A さん、できるに越したことはないですし、筆記できる方は英会話もすぐ飲み込めますよ。そんなモヤモヤした感じで休憩が終わり、次の授業では実際に一人一人英語で自己紹介をすることになった。一人2分程度でご自身の趣味や仕事についてできるだけ英語で話してみてくださいね。他の生徒は何度か授業を受けているからかスラスラと話していた。特にあの A はかなりのやり手で、スラスラと海外旅行に行った時の話をしていた。さすが A さん、お見事ですね。アメリカ人みたいで発音にキレがありますね。ハワイの話してましたよね。そうよ、この前ハワイに行ってきたから、本場ではこのくらいが当たり前なんだけどね。 A の話で盛り上がっている中、次は私の番だったんだけど、ごめんなさい、仕事内容英語でなんて言えばいいか。いいんですよ、難しく考えないで大丈夫ですよ。簡単な単語で言えちゃいますよ。例えばこんな感じで、私の時は10分ぐらい時間をかけてしまった。以上です、すみません、お時間取ってしまって。気にしないで大丈夫ですよ。僕が最初の時はもっとひどかったんで、むしろ私たちも勉強になりましたから。生徒たちはみんな優しい言葉をかけてくれたんだけど、初めてでもさっきのはがっかりすぎよ。英会話教室に来るなら少しくらい準備してきなさいよ。人の時間取ってズーズーしい。そんな簡単なこともわからないでトイック700点も嘘なんじゃないの？少しは勉強して周りに迷惑かけないようにしてから教室に通いに来なさいよ。すみませんでした。そんな言い方は。私は少し涙目で謝っていたら、大丈夫ですよ。話せないから勉強しにここへ来てくれたんですよね。できるなら教室に通いませんよね。だから最初は失敗してもわからなくてもいいんです。そのための教室なんですから、たくさん失敗して学んでください。ありがとうございます。ふん。そして授業終わりの時間、 A さん、ちょっとよろしいですか？次回から A さんは中級クラスで受けた方が良いと思うのですが、どうですか？私のクラスは会話の苦手な人が失敗しながら一生懸命に練習して会話を身につけていくところなので、A さんはもっと本格的な会話をやってみてはいかがですか？そうですか。でも私はまだまだだと思いますが。何言ってるんですか A さん、さっきハワイ旅行で本場で使えるレベルの英会話できてたじゃないですか。そうですよ、 A さんなら上のクラスでも十分ついていけますよ。昇級おめでとうございます、 A さん。そんな雰囲気に流されてしまい、結局 A は私のクラスからはいなくなり、一つ上のクラスへ行った。しかし A の行ったクラスはバイリンガルやビジネスで普段から英語を使う方たちばかりだったようだ。恥ばっか書いてたのに耐えきれず辞めてしまったらしい。
英語ができないからこそ教室に勉強しに来てるわけだし、 A のような初心者コースでいつまでも天狗になっているような人は来ても意味ないだろう。ご視聴ありがとうございました。また見てね。